配信終わってからまたお風呂に入るし意味がないんじゃないかって思ってきた。お風呂に入るのはなんか配信始まる前にお風呂に入る意味とはと思って。でも私はなんで配信の前にお風呂に入るかというと寝落ちしちゃう可能性があるんですよ、配信が終わってから。だからそれがやばいから一応お風呂に入ってるんですけど、なんだかんだ私昨日あの配信終わって携帯触ったら2時ぐらいまで起きての2時ぐらいまで起きて、でそっからお風呂入ってたんですよ。だから別に寝落ちしないやんと思って、なんかもう配信始まる前にお風呂入るのやめようかなと思いました。でもさ、なんか私あのくせっ気で髪の毛ボサボサになるからストレートアイロンじゃ直せないぐらいボサボサになるから、結局髪の毛濡らしたいからお風呂入ることになるんですよね。髪の毛濡らしてかすってなると一旦シャンプーしたいってなる。水濡らして乾かすっていうのがちょっと嫌だから。おはよう、おはようございます。今日はもう一日家の中にいた一日でした。自分は今日は一日中家の中にいてたなんかなんか私聞いてほしい、私今日インスタに画像アップしたんですよ。インスタに画像アップしてそしたらなんかすごいいっぱい DM が届いたの。今日食べたのとか、美味しそうとか、ミニストップ行ったのとかいっぱい来たけど、これは2021年の写真ですから、今日食べてませんわ。今日食べてないよ、2021年の写真ですよ。だって私ね、過去フィクス上げること多いんですよ。過去の写真を載せることが多くて、だから過去の写真を載せてます。なんかシナスタグラムにしたくて、シナモンくんの、だからやってる。こんにちは、おはよう、おはよう、おはようございます。風呂で配信すれば、なんか風呂で配信したいんだけど、風呂で配信したらバンされるんです風呂で配信したらバンされるんです。だから風呂で配信したくてもできない。でも私賞味期限切っても食べちゃうから、正直確かに勘違いしちゃうかも。姉ちゃん推しさんは消費期限、賞味期限とか消費期限切れても私は食べちゃうから。でもさすがに2021年のシナモロールのパンはさすがに怖いかも。あの日は私覚えてるんです、ミニストップに久々に行って、あれ東京でお仕事があってレコーディングだったんですよ。レコーディングの日で、であのミニストップ行こうってなって行って、そしたらね、シナモンくんのねシナモンロールのパンが売っててね、やばいってなってテンション上がったの。れいちゃんタイトルがいつもおはようになってるな、定位かな。いや特に決まってないですね、なんとなくおはよう、おはようございます。仕事中りねちゃんのツイート通知来るとにゃん止まらなくなる。え、嬉しい超嬉しいめっちゃ嬉しい、ありがとう。ツイートしまくっちゃおうツイートしまくっちゃおう。いいねしてくれてありがとう、ほんと嬉しい。インスタとかリネ好き、え嬉しいおはようございます。そうなんですよ、マイマイハートありがとう。チュー、ありがとうハート、嬉しい、ラブ。こんにちは、おはようだよ、こんにちはって言うんじゃない、おはようだよおはようだよ。ゆういちハートありがとう。
本通りに、え、見た、ツイッターにね流れてきてね、私サンリオフォローしてるからさ、ツイッター流れてきてやばいと思って、ちょっといいねしたけど、いいねやっと消したなんかサンリオにインスタがそうやばいと思って、超嬉しかった。なんかさ、そごうのさ、あのサンリオショップが潰れるってなった、私はもう人生狂わされてもういいやと思ってて通販にしてたんですけど、もうちょっとこれから本通りのサンリオショップもう通いまくっちゃうかも、本当に。だってそごうより行きやすいじゃん、なんかなんとなく嬉しい、サンリオショップできるのはありがたいっすわ。かわいい、え、嬉しい、君が一番かわいいよそうやって言ってくれる、君が一番かわいいから。久しぶり久しぶり、嬉しい、待ってたよ。なんか今日さ、久々に来てくださる方いっぱいで嬉しいんですけど、嬉しいドスコミノスケ、今日もみんな見に来てくれて嬉しいです。なんかさ、ここさ、なんか肌の乾燥やばくってさ、なんかもうなんかパサパサしてる。おはよう、嬉しい。え、着る服なくて、あ、なんか洗濯してるあるやつ探したらこれがあった、これ来た一応画面越しだし別に洗濯してないの着ててもバレないけど、あのせっかくメイクを してるのでちゃんと着ました。え、クーラーつけてるかわかんないけどさ、全然治らないんですけど風邪、うざーい、なんで、なんかもう全然治らない。だからめっちゃいい匂いするんです、服めっちゃいい匂いする、うん、クーラー一日中つけっぱにしてるから乾燥してるのかも。え、りなちゃん、やっほー、ハオミ、ハロー、洋服の可愛さヤバダニエン、おにヤバダニエンのお茶漬け超嬉しい。メンションしまくってください、メンション見てるから、メンションして。え、でもなんか昨日配信終わった後メンションしてくれてる人いっぱいいて嬉しかったから見た。メンションしまくってください、インスタのメンション見てますよ。あの私なんかライブとか行った時にアットつけて送ってくれたらストーリー見てるから見て。え、今日七夜目適当にやってたらゆいにゃんに遭遇したんです、ゆいにゃんに遭遇した。でもなんか私音楽ガンガンにかけて七夜目やってたから、ゆいにゃんのなんかゆいにゃんですよろしくお願いしますみたいな聞こうと思って音下げた瞬間に音楽が止まるんじゃなくて普通に音が消えちゃって、もう最悪と思って聞けなかったの、ゆいにゃんのボイス、うん、ちょっとピエンガオカドスコイの好きでした。さすがにもうクーラーつけっぱなしよくないって思うんだけど、なんかやっぱいいね。今日もちゃんと自炊したんですよ、そういえば偉くない、今日もちゃんと自炊したの。今日はなんかあの生姜焼き風のやつを作りました、野菜たっぷりの。偉くね、マジで偉くないです。なんかもう、ちょっとみんなに私のお話を聞いてほしいの、もうどうしたらいいかっていう解決策を一緒に考えてほしい。ゆうとくんかわいい、ありがとう、そうやってくるゆうとくんが一番かわいいよ、ありがとう。え、ちょっと聞いてほしいよ、私の解決策。なんか本当にもう例えばもう今日今こうやって超可愛いメイクしてるじゃん。でもう私は配信終わった後にいつもこうやって思うんです、
もう明日は早起きして絶対に外に出ようって、もう絶対に早起きをしてちゃんとメイクもして可愛いお洋服を着て、もう欲しいコスメとかもう買いに行こうって決めるんですよ。でもね、朝起きたらもう12時とかで、もう無理、本当にもう無理かも、外に一生出れないで、そっからダラ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 もう本当動けなくなって、もうどうしよう動けないってなって、そっからまあちょっと必要最低限なことはしつつで、そっからまあメールとか SNS とか更新して、でまあみんなのこととか見たりとかして、もうどうしよう、でも外出たいしなって思ったら、もう15時とかで、もう15時とか出る意味ないやんとかって思って、もうそんなん出ん方がマシと思って、結局外から出ずに家の中に閉じこもって、もうしたいことできない。なんか本当になんか今その、ね、聞いてほしい、私はもう本当にお仕事がある時ってさ、いっぱいある時ってさ、もう生活ルーティンが良くなってるわけ。なんか朝早起きするじゃん、お仕事が早いから、レッスンとか早い、朝早いけんで、ほんでさ、やっぱ早起きする気力活力がもう定着してるわけで、早起きしようと思って目覚めるのよ早く、例えば9時とか8時とかに起きても、でそっから準備しようとかって思うんだけど、なんかもう結局なんか出れないの、もう準備がめんどくさくて、もうどうしよう悩むことはないと思うんだけど、なんか今のこのモチベーションが高い自分を維持しときたくって、そうなると家に閉じこもらずに外に出て日光を浴びて、ちゃんと分かる、なんか買い物とかしてる方が磨かれていく、なんて言うんだろう、テンションが上がるじゃないですか。だからこの今の高いモチベーションを維持しておきたいんだけど、もう今高いからこうやってちゃんとメイクとかするけど、もうどうしよう、どうしたらいい、なんかアラームとかかけてもね、もう諦めてまたね切っちゃうのもう無理かも。新一ハートありがとう、嬉しい、キュン、ありがとう、ラブ、もう無理かも、とりあえずアラーム無理、かけるってなんかしてないかけるんだけど無理なんです、諦める、私はそれで諦めてもうモチベーションがもうこのなんて言うんだろう、普段のモチベーションが下がっていってしまうから、もう一旦諦めない選択肢はないことにする。だからちょっと一緒に考えて解決策え、聞いてよ、私今日さ寝とって起きたらよだれ垂れてたもうでもそんなぐっすり寝れてんのかなとかって思ったけどさ、よく考えたら夢見てるしさ、私なんか全然寝れてなくねって思って、結局夢は見てるしね、星が分からん お買い物しよう、じゃあ一緒に、あまりにも共感、無理よね本当に、もう出ようと思ったのに結局さ、なんか一日終わるよね、もう無理、なんか早起きしたとて無理だし、早起きしてもなんかもうめんどくさいってなるし、早起きせずに、まあ、16時とかもう12時とか13時とかもう十何時ってもう2桁になると私の行くモチベーション下がっちゃうの、なんかわかるかな、12時とか例えば9時とかだったらまだこっから取り戻せるってなるんですけど、10時とか来たらもうあいあちょっとってなっちゃうの。でも12時とか11時とか言うと、もうこれ外出る意味ないやってなっちゃうんですよ。もう無理なんです、外出する準備に時間かけない。そんなの確かにありかもしれないけど、なんかやっぱ可愛くしたい、なんか本当に普段の私はもうなんかもう別に髪すっぴんばそうさいいやと思って帽子かぶってぶって言ってもうこうやって適当な服で出るんですけど、今はこのモチベーションが高いから、この私生活のモチベーション、この例えば早起きちゃんとできたとか
のモチベーションが高いから、それを維持するために。でも確かに準備に時間かけなければいいかもね。でも早く起きた方が、違う、早く準備した方がなんていうの、気持ちが上がるの、なんかやっぱいいなって。だからやっぱ可愛い服を着て外に出るっていうのが目標です。お出かけするあやぱんと、え、思ったの、なんかちょっとなんか私思った、なんかすごいもう一人カフェに行きたくって、なんかもう一人でカフェ行こうかなとか思ってたの、昨日配信終わって、で広島のカフェとか調べて、あもうこれでなんかりみちゃんおじさんがなんか私が食べたところをまたファンの方が来てくれて、なんかあなんかリネのハムカツができるかなとかって思ったんですけど、結局もうめんどくせえってなんていかなかった、カフェももう結局家の中にいて。だからもう本当にちゃんとモチベーションを維持するためにちょっと朝活をしたいですなんか今ヨーグルトが超食べたくって、なんか韓国のなんかヨーグルトの中になんかチョコが、なんかサクサクしたチョコが入ってるなんかヨーグルトがあるらしくて、なんかそれめっちゃうまいっていうので、なっちゃんも食べたの、なんか韓国行った人みんな食べてるのそれで、うまいってうまいって言って食べてみたいんですけど、でも私韓国予定ないからさ、なんかそういう朝活のようなことをしたいですね。ジャッキーココナッツのドリンク、え嬉しい、ありがとう、おいしい美味しいココナッツ、嬉しい、ココナッツのジュース飲んだことないんです私。早朝に夏休みの小学校で小学生と公園でラジオ体操するとか、あありかもしれない。ラジオ体操いいっていうよね、ラジオ体操って有酸素運動になるらしいですよ、ラジオ体操マジでいい、うん、でもちっちゃい頃ラジオ体操行くの嫌すぎて、なんかほんとなんかもうちょっと結構騒いできました。朝起きるのが苦手だったんですよ私、とにかく。でもねラジオ体操いいよね、服かわいい、え嬉しい、ありがとう。私は服じゃなくて私は嬉しい。朝活いいぞおじさん、朝はいいぞ確かに朝活いいよね、でもさ朝の6時からさなんかウォーキングしてるなんか おじいちゃんとかおばあちゃんとかいるじゃん、なんかほんますげえなと思うよね、うん、とりあえず起きたらメールの文章を考えて頭あるんじゃない、なんかね決まってるの、なんか何時に送ったら検閲に引っかかるとか、だからだいたい検閲に引っかかる時間に起きちゃうんですよ、だから送れないんですよ結局。まっちゃんハートありがとう、ラブポーション31 嬉しい、ありがとう。31最近食べてないの、朝6時ぐらいに軽くお散歩してそこからちゃんと準備するとかありかもしれん。でも朝6時ぐらいに軽くお散歩をしたら私汗をかいちゃうからシャワーに浴びたいってなって、お風呂に入りたくなるので、そこからあ今から髪の毛乾かすんかってなると、もうやだってなっちゃうの、だから朝散歩するじゃん、で大汗かくじゃん、でお風呂入らずなんてお風呂入るじゃん、もう髪の毛乾かして放置、あもういいやってなっちゃうのみんなまだまだ甘いやん、みんなまだまだ甘いぞ、私がどれだけだるがりか知ってるのか私もなぜか今モチベ高い、一緒に強く行くよ、嬉しい、なんかほんとこういうなんて言うんだろう、なんか世界で頑張ってる人がいるんだって、世界といってもりえちゃんおじさんが頑張ってるの私も頑張ろうってなるよね、嬉しい。300回訪問記念としてなんとか1位になった、300回すげえ、そんなに来てくれてんの、嬉しい。最初は5時6分かな、あ5時台ではメール届かないんですよ、例えば5時にメール送っても9時に届くようになってるんですよ、そうメールの開始が、だからねどっちにしろあれなんですよね、あちゃうわ、どうだっけ、朝に届くっけ、9時に届くっけ、9時に届くようになってるよね、ちゃうけ、
5時に強くなってる？ラブオーシャンサーティーワン食べた。え、そうなん？すごい、初めて知った。すごいやん。でもラブポーションサーティワン、なんかサーティワン食べたいと思ってた。食べんけど、俺お前のこと好き。え、嬉しい、ありがとう。朝5時から七並びする。え、ちょっとそれ鬼かも。なんかそれ七並び嫌とかじゃなくて、あの考えちゃうじゃん七並び朝から。確かにフル回転で目覚めちゃうかもしれない。レイタンラジオ体操絶対行くわ。え、本当に？いいよ、1秒でも時間あったら寝たい。え、わかる、もう超寝たいよね。なんかさ、寝る、なんか寝るだけ寝たいよね、わかる。なんか寝ても寝ても足りんくない？正直。でもさ、年取ったら寝れんって言うじゃん。だから寝れるのって嬉しいことだなと思いますよ。なんか嬉しいことじゃない？やっぱ私たち若いからさ、まだなんか年取ったら寝れないって言うじゃないですか、腰痛くて。だから寝れることはありがたいんですよ。だから今からもう寝だめしとこ、将来に向けて貯蓄、寝る貯蓄をしとこ。なんか朝活イーズおじさん、なんかじわじわくる。こんばんは、おはよう、おはようございます。え、嬉しい、ありがとう。え、嬉しい、ありがとう。できるだけ早起きして七並べして、してるよ。え、そうなん？健康生活、ハッシュタグ健康生活。なんか私七並べはあのもう適当にやってますね。時間気にせずしようと思ってしてる。かしこまりました。朝配信、朝配信やったらね、マジで一日ね、マジで健康的になるの。朝配信って超いいんだよ。で、朝配信はちょっと やだ寝たい。あとテンションが違うかも。え、でもどうなんだろう、自分朝配信の時めっちゃテンション高いんですよね。朝やる方がいいのかな。でも別にそ今テンションが低いってわけじゃないですよ。どうなんだろう、でも夜過ぎても眠たくなっちゃう。でもその時のその日のコンディションによるんですよね。でも朝はテンション高い、自分なんか朝配信。朝6時起きだからモニコするな。モニコってなんだ、モニコールか。モニコするね。え、嬉しい、イエーイ、お願いします。モニコールお願いします。みんな早起きなんだよ、ほんとみんな頑張ってるんだよ。偉っ、これこのこと好き。え、嬉しい、ありがとう。おはよう、おはようございます。なんかヨーグルト食べた。みんな今日何食べたんですか。なんかみんなのさ、なんか今日何食べたか教えてほしい。みんな今日何食べたの。だいぶ前に朝配信で自分みたいに食べてる。え、やだ、それはそれは多分あのあれですよ、あのイベント限定、イベント限定の呪文です。イベント限定の、イベントじゃないと朝配信しないからね、私は。多分っていうか、多分っていうか、多分その時しかしてない気がする。もうごくまれに、ごく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 まれにオールして、もう本当に暇っていう時には再生してるかもしれない。それ以外はもうイベントの時ぐらいしかしないかもしれない。タンメンとチャーハン、いいな、誘ってよ、美味しそう。あ、カレーうどん、美味しそう、カレーうどんいいね。なんか最近、昨日なんかカレーうどんのなんかテレビ見てたらカレーうどんしてた、美味しそうと思った。稲占いね、そのイベントの時にやってる。昼うな牛、夜カツ丼、え、丼物いいね。なんか冷凍庫にうなぎがあるんですよ、私今。でもうなぎの日だったけど食べ損ねて、
冷凍庫に眠ってるの。冷凍庫に、なんか母が、父と母がなんかうなぎ送ってきてくれたんですよ、牛の日があるからって言って。でもなんかそう食べれなかった、だから冷凍庫に眠ってる。冷やし中華食べました。美味しそう。冷やし中華いいよね。冷やし中華始めました。冷やし中華美味しい。冷やし中華いいな。唐揚げくん、唐揚げくん美味しいよね。なんか唐揚げくんのさ、なんか私なんかノーマルとか結構好きなんですけど、唐揚げくんのすだちとかも結構好き。唐揚げくんってな、なんか、なんか唐揚げくんのさ、バスボムやったことあるよ。唐揚げくんの、なんか、チーズ味の唐揚げくんが出てきた。服どこの？これはエブリンです。エブリン。でも春とかに買ったやつ、これ。春とかに買った。でもなんか夏のバージョンでエブリンのこれの半袖バージョンが、全く同じやつのこれの半袖バージョンが出てた。だからあの多分半袖バージョンあると思います。これセットアップなんですよ。だから買うとしたら夏のやつおすすめします。昼冷凍から混ぜそば、美味しい。夜肉、美味しそう。なんか私の食べたいものばっかかも。なんか麺、ラーメン食べたいなと思う。なんか韓国のモッパンの動画を見てるとなんかすごい美味しそうだなと思って、韓国の料理が食べたくなって、辛いラーメン食べたい。お肉もなんか TikTok 見てたら飯テロで流れてきた。うなぎいいな。うなぎいいよね。うなぎ冷凍庫にあるよ。なんか強くない？今冷凍庫にうなぎあるんですよって言ったら、今私の冷凍庫にうなぎがあるんですよって言ったら強い。味玉と大根の煮物、もう超いいじゃん。日本人でよかった的な。日本人でよかった。ほんとなんか食べた気持ちになれた自分が。なんかやっぱ一周回って和食っていいよね。結局なんか和食に戻っちゃう。私も今日和食っぽいもの食べたし、結局なんだかんだ自炊するから。ゆういちかわいい、嬉しい、ありがとう。そういう時ゆういちが一番かわいいよ、ありがとう。ねえ姉ちゃん、やっほー、ハロー、おはようございます。なんかさ、聞いてほしい。なんかちょっと昨日の話に戻るんですけど、昨日も私が募集してさ、インスタグラムのさ秘密のやつあるじゃん。もうあれ超面白かったからもう一回したい。なんかちょっと待って、なんかあの見てたら本当になんか面白かったわけじゃない。なんかそう、なんか DM とかでなんかもうなんか話したいことあったけど、なんか送り損ねたっていう方とかも多かったから、ちょっとまた実行しますわ。でも一番可愛いなと思ったのが、あのあれ、実はあのあれ、りえちゃんのこと推してますとか、もうめっちゃ可愛いなと思いました。嬉しいですね。みんな言わないだけで私のこと好きなんだと思いました。好きなんだと思いました。というかなんか嬉しい、なんか好きでいてくれてるんだと思って。でもそういうことがあるから、りんちゃん推しさんも他のメンバーにそういう秘密とか話す時に、実はまるまるちゃんのこと好きなんだよねとかって言ってると思うとちょっと悲しいけど、でも嬉しい。あ、嬉しくないよ。そう、りんちゃん推しさんが言ってることじゃなくて、あの他のね、あのファンの方がりえちゃんも実はこっそり応援してますとかっていうのはめっちゃ嬉しい。だからもう一回開催したい。
でも超真面目なやつとかもあるの、なんか〇〇県出身〇〇に住んでてみたいな。だからもうなんか面白かった、なんかカオス、カオスで超面白かった、なんか渋滞する。うん、でもこれであのいっぱい知れました、みんなのことを。でもめっちゃ気になるやつとかもあるの、なんかね、もともと付き合ってた人、私じゃないよ、あのなんかその質問送ってくれた人がもともと付き合ってる人がなんかもともとそのアイドルだったとか、なんかそういうのとかも来たの、なんかもう超気になると思って詳しくあの聞きたいって、もう返信したくなるよね、わかる、あのインスタにさ、もう見る専用って言ったけどインスタに名前出ないじゃん、だから載せてもう超聞きたくなるような話とかもいっぱい来て、もういっぱい来ました。でもさすがに電話番号とか来てないよ、さすがに来てないよ、うん、でももう超気にならない。あとはなんか、なんかもう面白いことばっかだった。なんか実はなんか前普通のサラリーマンとかとか来てて面白かった。みんななんか言わないだけでなんかすごい楽しそうに生活してるのかなって思いました。羨ましいですね、みんな楽しそうに生活しててい, いな写真気になるね、気になるようなことがあったから本当楽しかったので、またいつか開催したいと思います。うん、楽しくはない楽しくない。でもなんかさ、もうマジでさ偉くない、だってさマジやばいよね、なんかさ、なんかだって趣味とかがさないとさ、なんか人生何して生きてんだろうってなる。服買うとかなんかその娯楽がないとなんか人って何して生きてんだろうとかって思っちゃうよね。でも楽しくない人生を歩んでるからこそ、何か欲しい服だったりとか美味しいものを食べたりとか何か娯楽をした時にその分楽しくなるって考えると、なんか人生って感じよね。そういうサイクルできてるのかなと思って。え、聞いてほしい。もうさホラー映画とかさ苦手でさ見たくないのにからさ、なんか最近超ホラー映画とかなんかそういう心霊系を求めてる自分がいるの、どこかで。本怖がするなんかするっていうのをなんかツイッターに流れてきてめっちゃ嬉しかった。本怖がするっていうなんか愚痴が流れてきて嬉しかった。なんかさすごいさ、なんかすごい素敵なカフェを見つけてちょっと行こうかなと思うのでまた紹介しますわ。メンチョスに行ったら明日私のカフェのカフェ活が成功したらなんかどっか行きたいな。でも結局明日も家から出ないんだろうなとかって思って、部屋掃除したいんだよな。とりあえず明日の目標はあの部屋のゴミを捨てるっていう目標にしとこう。高めの目標にするからさ達成できなくてあーってなっちゃうから、明日の目標はあのゴミを捨てる、それにしとこう。私大したことない秘密送っちゃった、次回はごっつりした秘密送りますイエーイ、もっと知れちゃう嬉しい。もうどんな秘密、もうちょっとした秘密とかでもなんかあの送ってきてくれたことが嬉しいし、あの共有してくれたことが嬉しいし、あのどんな秘密でも可愛いし、ちょっとでも知れたってなるから嬉しいです。でも楽しみ、かっ
クレリネファームは炙り出せるね。炙り出せる？こら確かに炙り出せるかも。でも嬉しいかも。あやぱんを招待するためにも、そうね、そうね、ほんとそう。あやぱんを招待するために家をきれいにするっていうことを心がけます。明日週一の出社日なのに家出ますそういうこと。明日は仕事だからってこと確かに仕事だったら嫌でも家出ることになるから、偉い、嬉しい。ミッドサマー見よう。え、ミッドサマーだけはちょっと見ないです。なぜかっていうと、なんかあの姉がもうリニアは絶対見るなっておすすめせんって言ってきたからです。私の姉はあのお花とかもうほんと大好きで、なんかガーデニングとかも大好きで、なんかその映画のその表紙を見た時に女の子がこう涙を流して花をつけていっぱいお花がなんかタイトルの画像にあったから、え、お花系なんだ、絶対可愛いと思ってあの二人は見たらしいんです、ルンルンで。そしたらもう最悪だったらしい。だからホラー映画と思わなかったんだって。だから私はもう見たくない。なんかさ、もう調べただけでもなんか血飲むとか、なんかちょっとほんとぐらい、なんかもうなんかもうなんか洗脳されてるとか、ちょっと無理、ちょっとゲロ出ちゃうから無理です。お化け屋敷行きたい。え、お化け屋敷やだ、行きたくないです。でもなんかパルコにさ、今お化け屋敷できたよね。なんか行きたくなっちゃったの。でも絶対入って動けなくなるからもうやめとこうと思って。なんかすごい自分自身に刺激をなんか求めてる今。なんかジェットコースターとか乗りたい。え、なんか楽しいテーマパークとかないですか、広島に。なんか楽しいテーマパークとかないですか。俺も教科書とプリントで足を踏み場ないから部屋掃除すると決めた。え、同じなんですけど嬉しい。全部一緒じゃん普段はテレワーク。あ、そういうことか。労働人生してるんだね労働人生してるんだね。こんばんは、おはよう。できることからやりましょう。うん、そうするわ。朝ごはん、納豆ご飯、卵かけ、どっちがいいかな。え、私もう最近ずっと納豆と卵かけご飯もうずっと食べてるの。だからもう一緒、胃袋。だからどっち食べても私と胃袋は一緒だけど、でも私個人的には納豆をちょっと消費したいから納豆ご飯です、お願いします。なんか今卵高いよね、私びっくりした。なんかさ、なんか卵って高いんだと思いました。そう、でも卵買ったけど卵って高いんだね こんばんは、おはよう。ないかも、あやぱんと行こう。え、そう、あやぱんと行きたいんですよ。あやぱん誘ったら来てくれるかな。お化け屋敷 NG 入れた方がいいよ。お化け屋敷 NG、 もうね、お化け屋敷 NG はね入れない。虫 NG はにはしてるけど、でも虫 NG 入れてもね、私虫の仕事来るんですよ。だから絶対入ってないって思って、もう諦めてます。そう、なんかなんでかんだ虫とかかってるんだよね。ちょっともうリングライト消えないでよ、漏れないじゃん、キャーリングライト消えないでよ、漏れないから顔が部屋が暗いからね、リングライト無理なんですよ、ないと。労働人生大体みんなそうだこんばんは、おはようごめんなさい、了解。またご飯する茨城県民だから納豆好きって言われて嬉しい。え、かわいい。あ、茨城でしょ、茨城。え、なんかもう怒られちゃうんですよ。茨城県行ってみたい。え、なんか私47都道府県で、あの今日ちょうどなんかどこどこ行ったことあるんだろうって考えてたの。でもなんだかんだ
あのやっぱ行けてない県はその東京から上の県だったりとかが多いなと思ってて、なんか制覇したいですね死ぬまでに。なんかでも岐阜県行けたんで、この前関ヶ原で人生初の茨城県だからちょっと行きたいなと思いました。人生初の安売りで100円以下だったん。あら、そうなの。ゆういち星ありがとう。カブトムシ食べてたやん。あの頃はまだ虫 NG にしてなかったんです。あの頃はまだ虫 NG にしてなかった、だから共演してた。あやぱんパルコのお化け屋敷興味あるみたい。マジで？ちょっとおかしい。だって妹テレビでビビリ、なんか前髪動かさない選手権でアヤパンと番外編で2人でお化け屋敷に入ったんです。アヤパンもうビビリ散らかしてたよ。私も超うるさかったけど、ちょっとでもアヤパンが気になるのは私も気になるんだけど、アヤパンに LINE したら見て既読つけてくれるかな。アヤパンって結構既読遅いんですよ。なんかすぐ帰ってくるときは帰ってくるけど、基本送った瞬間即レスっていうことがないから、ちょっと行くんだったら私は朝、明日の朝、まあ、着るお洋服を洗濯してあのいい匂いの柔軟剤使ったりとかしたいから。あやぱんを外に連れ出すことは可能かしら。でもちょっと私一人の気分かも。一人の気分で行こう。一人カフェをしたい気分です。茨城県関ヶ原遠かった。東北地方岐阜県、岐阜県ね、なんかねすごいなんか難しいよね。なんか岐阜県ってなんかね、ほんと岡山県と同じ匂いがしました。ありがとね、ほんと遠くからありがたい。もうマジでも本当にマジで、あのマジでもう来てくれるのもうめっちゃモチベーションになる。なんかあの私たちがさ遠征した時にあのついてきてくださるのは、現地にいた時になんか安心感が違うし、もうだから本当に感謝してます。ありがとう。岡山行きたい。え、来てください。岡山来てよ。待って、そういや関ヶ原で見た。え、でも私マリンさん見たんですよ、楽屋の近くで。勝負マリンさん、アクアマリンさん見たんです。え、もうでも話しかけられなかったの。もうこの嬉しさを共有したかったんだけど、ちょっとアクアマリンさんのファンの方がいるからちょっと伝えた。すごくない？見たので、えなぴさん、アイナイフさんのえなぴさんもいたの。もうやばいやばいやばいって言って、ももちゃんにやばい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 、どうしようどうしようって、やばいどうつけるんじゃけどほんまって言って、大興奮してました。一人でで楽屋で一人でアイナイフさんの曲を踊ったりとかしました。もうアクアマリンさん見たの、やばくない？もうやばい、もうやばいってなったの。もう本当にもうどうぞ突き上げるんじゃけどって言ってた。そうだからもう次行って、もし対バンがあったら絶対にあのもう話したいです。次いつ寝れるかなとか、アイオンシンデレラの去年のあの動画が流れてきてさ、なんかもうちょっと懐かしく感じた。シナモンくんと対バンしたの。マジフェス出たい、対バン出たい、対バンしたい、ほんとなあ、こうアイス、ありがとう。おいしい、おいしいな、リンゴ嬉しい。でれれれれれれれ、なんかハリーポッターみたい。なんか映画ないですか、なんか面白そうな。なんか映画を見たい気分。私バービーの映画を見たいんです。
でも8月何日とかでしょ、あれ上映。8月何日とかですよね、上映。バービーの映画見たいんですよ、私。なんかもうしたいことがいっぱいある。なんか夏なのに夏のお洋服を全然着てなくて、私はなんかザ、なんか夏みたいな。だからちょっと夏のお洋服着ようと思います。なんか旅したい。こんばんは。あ、違う、おはようございます。おはようございます。明日もうとりあえず今日はもう明日、もう明日はちゃんと早起きして、早起きするって決めよう。配信終わったらもうすぐ髪の毛取って、髪の毛取ってシャーってシャンプーしてシャンプーして寝る。もったいなくない？え、だってさ、わざわざお風呂入ってもういい匂いもするのにさ、またお風呂に入る。え、メイク変えたんですよね。なんかアイシャドウの仕方、塗り方も変えたし、メイクも変えたの。そういえばこのキラキラ分かる？この目の下の超可愛くない？このキラキラ目の下の。おはようございます。バービー見たいな。とりあえず今年も今日は本当にあった怖い話を見るっていう目標。なんか夏を感じたい。バーベキューとかしたいんですよ。バーベキューとかしたいんです。え、猫カフェ行きたい。やばい、ダメだ、思い出してしまった。猫カフェのあの発作、もう超大好きやん猫カフェ自分。え、猫カフェ行きたい。でも一時期猫カフェも大好きで、もうやばいって言って、もう猫カフェやばいって言って結局行ってたんです。え、猫カフェ行きたい。もうダメだ、思い出しただけでダメだ。もう猫カフェ行ったらもうダメなんです。猫カフェって沼なんだよ。終わりなんやけど猫カフェ。首つった。あくび、もうちょっとあくびしたら止まらないからこれであくびつ。なんか人間ってあくびしてる人見たらあくびつらしいよ。だから私のあくび見てあくびしてくれたらって思うと超かわいい。じゃあで野生のももちゃんいた。なんで？じゃあやるとき言って、私遭遇したいからやるとき言ってよ、私遭遇したいから。逆に今からするよって連絡してなんか野生で何も言わなかったらレンちゃんおじさんと遭遇できないから、サミピー。でも目のメールでさ送ったやん、あの約束メール。そう、連絡、そうメール取ってくれてる人だったら分かるかもしれないけど、私が送った約束よろしくね。何時ぐらいがいいかな、あれ21時とかぐらいよね、ボーナスタイムだし。21時とかにしますわ。また時間も送るわね、よろしくね、あの約束今寝る寸前見てるの勝ち組すぎる。え、私も、ね、もう寝ちゃう寸前なんね。もうダメだ、あくびが止まらなくなってきた
でももう23、もう0時になったら配信切れちゃうからやりきりますよ。猫カフェいいですね。いいでしょ。こんばんは、おはよう、ハロー、ハロー、グッドモーニング、アンニョン。ゆうちゃん泣く道10秒間復帰した。え、本当に超かわいい。映っちゃった私のあくびが映っちゃった。かわいい。え、嬉しい。かわいい、かわいい、かわいい。みんなの方がかわいいわ。ロコボコラブレター、 Thank you。ロコポコ I love you。 ありがとう、嬉しい。こんばんは、おはよう。そう、金曜か土曜のどっちかです。でも配信では言わないよ、バレちゃうから。バレちゃうからね。だからどっちかっていうのをまたメールで送ります、連絡します。最近一緒にゲームできてないからさ、だから一緒にゲームしたいなと思って、どっちかでやるよ。土曜日の方がいいかな。うそー。金曜日か土曜日のどっちかにやる。どっちかでやりますね。金曜日か土曜日のどっちかでやりますね。うん、確かに月曜日とか、月曜日とかなんか日曜日とか言ってたよね。あ、明日、明日、明日だよ、明日、明日だよ。みんなバレないように。優しい。みんなバレないように超優しい。じゃあまたどっちかにします。私もなんか都合の合う時と合わない時があるから、ちょっと自分の都合の合いそうな方でやりますね。すいません。でもあの今回だけじゃないから、また8月は別の日もやろうと思ってるから、もしくはその日に2回するか、2回戦ずつ。例えば昼に1時間して夜に1時間とか、そっちの方が違う人もいるかもしれないから、2回戦ずつやるのもありだね。そうするわ。時間をちょっと限られちゃうので分けてしますわ。温泉行きたい。え、広島のさ超いい温泉見つけて、自分あの1回だけ行きました、一人で仕事終わりに。気持ちよかった。ゆういちいいね、ありがとう。いいね、サウナ行ってみたい。ゆういちゃんハロー。え、もう56分やん、やばい。ちょ、男女読みますわ。56分だった。あ、ちょ早っ。じゃあ13位から読んでいきます。13位、宇都宮専属カメラマン、ハロー、ありがとう。間違えちゃった、ありがとう。12位、ヨシタク、ありがとう。11位、ゆとくん、ありがとう。10位、ゆきメロディー、ありがとう。9位、さとくん、ありがとう。8位、すーさん、ありがとう。7位、すみと、ありがとう。6位、ロボリン、ありがとう。5位、としき、ありがとう。4位、たかさん、ありがとう。ごめんなさい。3位、ザーキー、ありがとう。2位、ゆういち、ありがとう。そして1位がブルルッパン、ロコポコです。 Thank you、 Thank you。
がとうございました。お疲れさまです。みんないっぱいゆっくり休んでね。言うて今日平日女子、日付変わったら木曜日になるんですけど、いっぱい休んでください。じゃあまた会いましょう。おやすみ。メンションしてねメンションとかしてねメンションとか DM とか送ってね。インスタに見てるから、メンションしてね。でもメンションしても見てもあの足跡がつかない時があるけど、それも見てるから安心してね。だからそれで悲しい気持ちにならないでね。メンションあの足跡ついてなくても見てる時あるから、なんか設定かなんか足跡つかない時あるっぽい、公式アカウントだから知らんけど。じゃあまた会いましょう。ありがとう。ヨーグルトが食べたい。うつむぎでした。韓国のヨーグルトが食べたい。なんかみんな食べてるやつ。じゃあまた会おうね。みんなにマッサージみんなにマッサージな、トン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 、肩トン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 、みんなにマッサージありがとうございましたもう59分だよ。59分30秒31秒。じゃあねー、おやすみなさい。山が見てねーみんなー。もしよかったらインスタとツイッターと、あー X とインスタのフォローお願いします。このアカウントのフォローもよろしく。山がもツイッターの固定のグラビア見てください。山がさんの。じゃあおやすみー、おやすみー、ありがとう。いやー、おやすみなさい。